あるものが届きました。そっちはね、行っちゃダメなんだ。どうも皆さん、こんにちは、正和です。今日はですね、あるものが届きました。そのあるものというのはですね、こちらです。じゃん、こちらですね、トートバッグ。しかも丸吉くんの思い出のサンタコスプレの時の写真で作りました。さ、どうだいね、昔の丸吉くん。あらはい、今回ですね、このオリジナルのバッグ、なんで作ったかっていうとですね、オリジナルグッズを作るサービスのクリケっていうところですね、あるんですけれども、そこがアプリダウンロードで無料で作れるキャンペーンやってたので、試しに今回作ってみたんですよね。で、たくさんある写真の中でこちらのサンタのウインクしてる丸吉くんでトートバッグを作りました。で、無料で作ったからといってですね、この生地が薄いとかそういうわけではなくて、しっかりとね、普段使いにも使えそうな感じなんですよね。で、取っ手とかもすごくしっかりしてますし、仕事中はなかなか持ち歩けないと思うんですけど、プライベートの買い物とかですね、そういう時にですね、持ち歩こうかなと思います。もしこの袋を見かけたらですね、声かけていただけたらと思います。で、こちらの無料キャンペーンなんですけど、特に期間が決まってないみたいで、在庫状況によって予告なく終わるかもしれないので、もし作ってみようかなと思われた方はですね、概要欄にリンクも貼っておきますので、ぜひともですね、チェックしてみてください。丸吉くん、戻っておいで。そっちはね、行っちゃダメなんだ。はい、戻ってきたね、いい子だね。はい、ということで今回はですね、ウサギの、食べ物とかグッズではなくてトートバッグの紹介だったんですけれども、またこれでですね、真冬になるとなかなかね、この丸吉くんたちとかウサギと一緒にお出かけしづらい状況になってくるので、まあ、これでですね、一緒にお出かけしてる気分も味わえたらなと思います。はい、ということで今日の動画は以上です。もしですね、このトートバッグが可愛いなと思ってくれた方はですね、あと今後もこの丸吉くんたちとの生活も一緒にですね、見届けていただけそうな方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた他の動画でもお会いいたしましょう。さよなら。